ベアトリス・オブ・エディンバラサクス・コバーグ・ゴータは、スペインの王族であるガリエラ公、アルフォンソの妻、スペイン語名では、ベアトリスでサホーニア・コブルゴゴータ、エディンバラ公アルフレッドとその日である、ロシア王女、マリアの四女として、ケント州で生まれた。姉に、ルーマニア王妃、マリア、ロシア大公妃ビクトリアメリタラがいる。1902年、ベアトリスと、ロシア大公を見入るとのロマンスが持ち上がった。 しかし、ロシア正教会の教会法は、いとこ同士の結婚を認めていないため、この結婚話は立ち消えた。後、ベアトリスは、スペイン王アルフォンソ13世と結婚するという噂が流れた。この噂は、アルフォンソが彼女の重視ビクトリア・ユージェニーと1906年に結婚したため、デマだと証明された。この結婚式に出席したベアトリスは、スペイン王の重邸、 第5代、ガリエラ公アルフォンソと出会った。1909年7月、ベアトリスはアルフォンソとコーブルクで、カトリックとルター派のそれぞれの結婚式を挙げた。二人はコーブルクで暮らした後、三年後にスペインへ移った。アルフォンソ13世の結婚生活はうまくいっておらず、彼は多くの女性たちと親密にし、何人もの諸子を生ませていた。ベアトリスも、 王の愛人の一人ではないかと噂された。彼らは親密な友人同士だったが、息苦しい儀礼だらけのスペイン王宮では、その親密ぶりを隠すことが困難だった。王太后マリア・クリスティーナは、イギリス王族であるベアトリスとのジョージーの噂に大変、憤通り、サンセバスティアンでベアトリスと面会し、スペインから出国するよう説得した。彼女はこれを拒み、 問題をこれ以上こじれさせたくない王は彼女を亡命させるしか選択の余地はなかった。ガリエラう一家はイギリスへ行き、三人の息子たちをウィンチェスター公で教育した。スペイン王室が入和に転じると、一家はスペインへ帰国してサンドゥーカルデバラメーダの所領にある住まいに移った。1930年代はスペイン王政の崩壊、それに続く内戦で一家の財産の多くを失うなど、 受難の時代となった。1931年に、スペイン第二共和制が樹立した後、アルフォンソ国王一家はイタリアへ亡命した。スペインに残っていたガリエラ公一家は、激化する内戦で所領を失い、次男アルフォンソは、共産党との戦闘で殺害された。ベアトリスは、唯一残った、サンルーカルデバラメーラの自宅で亡くなった。三男アタウルフォア、 独身で1974年に亡くなったため、長男、アルバロの子孫のみが現在に続いている。ありがとうございます。